日本テレビネットワーク協議会。日本テレビネットワーク協議会。日本テレビネットワーク協議会。略称、NNS は、日本テレビ放送網、NTV など同局をキー局とする、ニュース系列、ニュースネットワークである本、ニュースネットワーク、略称、NNN に加盟する、テレビ局の放送番組のうち、ニュース番組以外のものを融通する、 日本の民放テレビのネットワーク組織である。なお、日本ニュースネットワークについてはその項目を参照。また、一般に、本校で解説する NNS と別校で解説する NNN とを合わせて、日本テレビ系列、日テレ系列、NNTV 系列という NNNNS どちらか、一方だけでも通じる場合もある。NNS は、フジテレビ、 CX をキー局とする富士ネットワーク FNS の発足から3年後の1972年6月14日に発足した。しかし FNS に比べてテレビ番組などにおいても NNS の名称が使われるとは解無である。現時点において29局が加盟している。なお NNS に加盟しているつぼねはすべて NNN にも加盟しているが、 テレビ宮崎、んくのみ NNN には加盟しているものの、NNS には加盟していない。加盟局の内訳は、旧アナログ VHF 派親局が16局、旧アナログ UHF 派親局が13局で、この旧アナログ VHF 派親局の16局は、昭和30年代以前の開局であり、ほとんどがその地域において、最初の民放テレビ局となっていて、おおむね北陸地方。 中国地方の一部と、東北地方の日本海側、四国地方の全局がこれに当てはまる。また、平成新局は3局ある。期間局は、東京、NTV 日本テレビ放送網、札幌、STV 札幌テレビ放送、宮城、MMT 宮城テレビ放送、名古屋、CTV 中京テレビ放送、大阪、YouTube 読売テレビ放送、広島、 HTV 広島テレビ放送、福岡、KBS 福岡放送で、すべてテレビ単営局である。NNS 発足当初から1980年代後半までの NNS は、主に JNBN、TBS 系列、FNS と比べると、自らの系列の番組に加えて、他系列の番組を放送する割合が高いつぼ根が、多数存在した。その要因として、 クロスネット局が多かったからであるニュース系列のみのクロスネットを含めると多い時には約4割がクロスネット局であった。これに関し NNS 加盟局の半数強のつぼねがヒマストバイ局でさらに編成の3割から半分を多系列に差し替えるクロスネット局も多く存在した。アナログ親局が VHF 局のある放送局では TBS テレビ朝日との関係も極力系列局同様に対等とし、その一方で午後11時など系列の番組であっても、定続と判断した番組はネットを受けないことを正方針に掲げたつぼねもあった。一方、1970年代に系列局を拡大させた FNS、富士テレビについては、1980年代にキー局の富士テレビが視聴率で、 圧倒的首位に立っていたことから、九州地区やユースだった前の山形県を除き、1980年代半ばまでに、おおむね編成は統一されていた。このように、NNS は、全国一律に、同じ番組が放送されないという状況が生まれていた。しかし、1990年代に入ると、FNS に対抗した、ドラマ、バラエティ番組が躍進、充実し、 情報性番組も、他系列より多く放送されるようになったことで、NNS 系列局が台頭するようになった。キー局の日本テレビをはじめ、NNS 系列各局の視聴率主位、三冠王の獲得が相次いだ。また、プロ野球、巨人戦の視聴率もこの頃から、好調傾向になった。また、1990年代には、いわゆる、平成新局の開局が、 相次ぎ、このことで、クロスネットが解消され、ズームイン、朝、等の各種情報番組のネット局が拡大したことで、視聴率の向上や、会社経営の向上ぶりが、相次いだ。その後、2000年代の一時期は、NNNNS 系列の視聴率は、全体的に低下し、主位の座を、再び FNS 系列局、西日本の一部では、 アン系列局や JNN 系列局に奪われる NNNNNS 系列局も目立って聞いたことがあった。2008年頃からは再び NNNNNS 系列局が視聴率で首位の座を奪還するつぼねも増えてきて2014年は福岡放送を除く NNS 各局がいわゆる視聴率三冠を達成した。NNS 加盟局は系列同様 フルネット局及びクロスネット局に分かれているが、NNS では日本テレビが指定するネットワークセールス枠をすべてネットしなければならない。マストバイ局及びネットワークセールス枠でも自由にた、系列の番組や自社制作番組に差し替えてもよい。非マストバイ局に分けるという独自の規定がある。マストバイ局はフルネット局28局中22局。非マストバイ局は フルネット局28局中6局及び、富士テレビ系列とのクロスネット局であるテレビ、ライブである。NNS では、放送対象地域における民放が3局以下の地域のつぼみのうち、青森放送、日本海テレビ、山口放送の3局が、マストバイ局である以外は、すべて非マストバイ局となっている。マストバイ局では、他系列のスポンサードネット番組の放送は、 制限されており、番組差し替えは、例外的に放送される自社制作番組のみとなっており、なおかつ、他系列番組の放送に関しては、ローカルウルス枠における番組販売のみでの放送となる。またマストバイ局では、他系列のスポーツ中継の同時ネットも、当該時間帯が、ローカルセールス枠であっても、公営競技以外は、制限されている。非マストバイ局においては、 日本テレビ系ネットワークセールス、ネットスポンサー付き番組の一部が放送されないことがあり、同一地域に存在しないた系列局の番組を放送することがある。また、ネットワークセールス番組を暇すと売局で同時ネットするものでもネットスポンサーではなく、局個別のスポンサーが付く場合がある。また、1990年代までは、 期間地域を含むマストバイ局でも一部の番組でローカルスポンサーが混在またはすべてスポンサー差し替えとなる例があったかつて非マストバイ局ではゴールデンタイムプライムタイムでも頻繁に差し替えが行われていたが2013年4月以降は福井放送テレビ大分この2局はクロスネット局であるシングルネット局でのゴールデンタイムプライムタイムの他 系列番組差し替えは、同時期よりなくなったを除き、マストバイ局も含めて、他系列番組への差し替えは行っていないほか、2011年4月以降の北日本放送、四国放送、2012年4月以降の秋田放送では、全時間帯におけるネットワークセールス番組を他系列番組への差し替えは行っていない。しかしながら、山梨放送、福井放送、 クロスネット局高知放送では現在も一部ネットワークセールス番組をた、系列番組に差し替えて放送している番組がある。またクロスネット局のテレビ大分は1日を通して差し替えがあり曜日によっては日本テレビの番組が朝と深夜しか放送されない場合もある。また週末に放送されるネットワークセールスの特別番組に関しても マストバイ局のみの放送となることもある。地上デジタル放送のリモコンキー ID は、日テレをはじめとして、4が多いが、ラブ KNB JRT NKT が、1、STV k b e s が、5、FBC が、7、YouTube が、10である。なお、リモコンキー ID に、4を使用しない放送局のうち、FBS k b c 以外は、アナログ親局のチャンネル番号を引き継いだ。 この表は、日本民間放送連盟公式サイト、会員者ページの表記に順じて記載している。一部に例外あり。関東地方の地上独立テレビ局のうち、東京メトロポリタンテレビジョン、東京 MX とと、地にテレビを除く4社は、開局時から平成に入った数年間まで、NNS にオブザーバー加盟していた。現在は、オブザーバー制度はなくなったが、 NNN 経由でニュース素材を流し合う関係があり、読売テレビが制作委員会に参加し制作した UHF アニメの放送や日本デビ系列が主催している各種イベント、全国高等学校サッカー選手権大会、高校サッカーや日本民謡大賞などの各県予選を主催し、全国大会の公演にも名を連ねる。いずれも終了。委員は、 各系列局が持ち回り制作する番組。期間局は宮城テレビ。インは東北電力提供のため、同社サービス地域内の新潟県に本社を置くテレビ。新潟でも放送、月間元気一番、生テレビ以外は全て終了。期間局は広島テレビ。期間局は広島テレビ。期間局は福岡放送。いずれも終了。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。